バルトロメオ・コルシーに、ジースト・シュスルテルル漫画、コルシーに家の幼い少年が、パスマンで二重に縁取られたフレーズをつけている。フィレンツェ、コルシーに美術館所蔵ベネツィアンレースは15から16世紀のイタリア・ベネツィアを発祥として、ヨーロッパ各地に輸出されたレースの総称である。ベネツィアは、ニードルレース発祥の地であり、ボビンレースの発展にも、歴史的な役割を果たしてきた。 ベネツィア商人の交易がヨーロッパ全土にレース文化を広めた。ルクレツやリカゾーリ。身につけてる前の開いたフレーズは典型的なイタリア風。単純なプントイン、アリアのバンドに非常に尖ったボビンレースのパスマンで縁取られている。フィレンツェ、ウフィチ美術館所蔵記事への一人の男性肖像が、若いイタリア貴族は、 グローポアンドブニーズのラバと揃いのカフスをつけている。ジャケットはボビンレースで縁取られている。アランソン、レース工芸美術館、所蔵16世紀のベネツィアでは、布の刺繍からレティセラやニードルレースが飾り紐からパスマンが生まれた。当初のベネツィアンレースは、これらレティセラやパスマンであり、幾何学模様を特徴としていた。レティセラは、 1540年代までにベネツヤの刺繍師たちにより発明された。レティセラはニードルレースではなく刺繍レースであった。高貴な人々の身を飾った最初のレースであり、ヘンリー・パスへの6番目の日、キャサリンパーの1545年の肖像画に描かれている。これらのレースはベネツヤ商人により各地に輸出された。16世紀半ばには多くのレースカタログが ベネツィアで発行され、商人たちの手により、ヨーロッパ各国に伝わり、各地の出版社により重版されていった。ベネツィアで流行したものは直ちに、アントウェルペン、パリ、ロンドンに伝わっていった。イタリア生まれの二人のフランス王妃、カトリーヌ・ド・メディシスとマリー・ド・メディシスは、フランスに、レース文化をもたらした。ベネツィア生まれのレースデザイン職人ビンチオードーム・パリに、住みつき、 1587年デザインカタログを発表した。17世紀になり、初のニードリレースであるプントインアリアが、ベネツィアのレース女行の手により発明された。1620年頃から1650年頃にかけて作られ、最高クラスの技術と美しさを持っていたが、このレースがトップファッションとして王族たちの身を飾ることはなかった。プントイン。 アリアの発展により、レースは幾何学模様から脱していった。1640年頃、レースカタログは発行されなくなり、ベネツヤンレースは最盛期を迎えた。全ヨーロッパの高貴な人々にとって、ベネツヤンレースは完成、完璧と同義とされた。ベネツヤンレースで最も成功したのは、グロポアンド・ブニーズであり、フランスをはじめ多くのレース産地で模倣された。 1680年頃に考案されたポアンドネージュがベネツィアで考案された最後のニードルレースである。ボビンレースでもニードルレースの手法が応用され、1625から1650年のベネツィアではニードルレースと見まごうばかりの美しいボビンレースが作成された。18世紀になるとベネツィアのレースはロザリーヌと呼ばれ、けばけばしい飾りをつけた集合体となった。 代わりに、他の地方の軽やかなレースがもてはやされるようになった。一方、ボビンレースでは模倣、ロザリーヌが高値な技法により成功した。19世紀になり、レース産業は衰退した。19世紀後半、イタリアオフマルゲリータの公演の下に、ブラーノのレース生産が復活した。ブラーのレースは、レティセラやニードルレースを模倣し、もてはやされた。 1873年ブラーノのレース教習所がアンドリアーナ・マルチェロ伯爵夫人の指導により開設された。ボビンレースではベネツィア地方のキオチアでブラーノのニードリレースに似たレースを作成した。20世紀以降、イタリアのレース産地はボローニャ、ミラノ、ジェノバに集約された。ありがとうございます。